こんにちは、ブルーホースです。今日は寿命を延ばそう。そのためにはやっぱり考え方が重要ですよっていうね、お話をしていこうと思います。結論に言うと、年を取ること、一歳一歳年を取っていくことっていうのを喜ぶようにしようっていうことなんですね。で、まあそうは言っても、年を取るってやっぱり体も衰えていくし、認知機能も下がっていくし、いいことってあんまないと思うんだよねみたいなね、考え方めちゃくちゃ僕もわかります。というのも、20代最後の年を迎えたんですね、今年。今29歳なんですけど、もう今からね、30歳を迎えることに震えが止まらないわけなんですよ。ただ、まあ、人生のね、多くの先輩方にいろいろと聞いてみると、30代がね、一番やっぱり仕事とか子育てのこととかプライベートのこととかね、楽しい思い出多かったよっていう風に言ったりする方が多かったりするんですよね。僕個人は高校生とか大学生くらいの頃が楽しかったかなって今のところは思ったりもするんですけど、もちろん今も楽しいですけどね。まあ、とはいえですよ、やっぱり、去年くらいから、なんかね、脂っこいものを食べた、その時はスルスルって食べれるんですけど、次の日のダメージが大きかったりとか、それからこれまで食べることができてた居酒屋とか、まあ、牛丼店とかの大盛りに関しては食べたら後悔するし、夜中起きたりするとね、次の日朝なかなか起きれられなかった、起きれないとかね、っていう感じで、10代とか20代前半で当たり前にできていたことなんかっていうのが少しずつできなくなっているなっていうことを、に対してちょっとね哀愁、まあ、寂しさを感じる今日この頃だったりするんですよね。で、そういった、まあ、その年を取ることに関してやっぱり若作りをすることとか、若い、そんなことができる、俺って若いっていう風に考えるのはすげえ大事だっていう話なんですよね。で、当然ながら細胞がまあ劣化していくわけですから、年を取れば取るほど確かに頭とか体とかも衰えていくわけなんですけど、きちんとアンチエイジングっていうのをすれば若さを保つことっていうのはできるみたいなんですね。例えばどんなことかっていうと、70代とか80代の人たちに、これは実験なんですが、20年前の服を着てもらったんですね。そうすると、あ、50代とか60代に戻ったっていう気分になって、炎症の起こる確率、まあ、関節痛とかね、いろんなところに痛みを生じる年齢になってますけど、そういうのが起こる確率が減ったりとか、それから私は若いとね、思い込める人っていうのも、病気にかかる確率がそうじゃない人と比べると 25% も下がるっていうふうに言われたりしてます。で、心と体っていうのは当然ながらつながっているので、気持ちだけでも若いっていうふうに思い込む方が重要という発見がありましたので、今日はその、ね、内容をシェアしていきたいというふうに思います。まあ、筋トレなんかやってても、今日は上げられるって思ったら、それはやっぱりバーベルとかね、デッドリフトとかでも重いの上げられますし、今日はなんかダメだなと思ったらやっぱり重いの上がらないとか、そんな感じなんですよね。心と体つながってると。で、エイジズムっていう言葉があるんですけど、これ一体何かっていうと、エイジズムとはということで、例えばですけど、高齢者自身が、自分自身がですね、自分はもう年寄りじゃからっていうふうに思い込んでしまったりとか、あるいは周囲の人たちが高齢者として扱ってくると、過保護しすぎて、おじいちゃん席譲りましょうかとか、お荷物持ちましょうみたいなね、風に過保護しすぎてしまうという、そういう状況のことを言ったりします。で、高齢者を高齢者として扱ったりとか、自分をそう思い込んでしまう、まあ、確かに60、70とかになってくればそういうふうに感じる方々もいるかもしれないんですが、こういった考えとか振る舞いをすることによって、より老化、老いっていうのを加速させてしまうわけなんですね。だから必要以上に老化するとか、年を取っていくっていうことを悪いというふうに思い込んじゃいけませんっていうことなんですね。だから年を取ることはいいことだって思っている人が、いや、年を取ることって良くないことだよねと思っている人と比べて、寿命が平均で 7.5 年も長かったっていう話なんですよ。だから老化することに関しては、まあ、ポジティブに考える方が吉というわけですね。 7.5 年ってじゃあ単純に寿命が伸びただけなのかって言って、やっぱ健康寿命っていうのも伸びるので、まあ、年を取っていけばいくほど普通に歩けたりとか、まあ、軽い運動をしても疲れが残らないとか、そういうような状況になっていくためには、やっぱり年を取ることに対してポジティブに思っている方がいいというところですね。で、老化のネガティブバイアスっていうことなんですけど、老化に対する思い込みっていうのを外していくために、要はマイナス、年を取っていくのはこんなダメなことがあるっていう風な思い込みを外していくためには、次に紹介する4つっていうのを意識するといいですよっていうのが今日の話になります。で、1つ目が暗黙のバイアスに気づくっていうことなんですが、これ具体的にどういうことをするかっていうと、日常的に老化をすることに対してどれだけのマイナスのイメージを持っているかなんですよね。そこに意識を向けていくことが大事だと。例えば運動、ご来までは5キロ普通に走れてたのが、なんか息切れ始めてきたなとか、それから食事も普段食べれてた大盛りとか、あるいは脂っこいものが食べれなくなったなとか、見た目もなんかシワ増えたなとか、考え方とかもやっぱり自分が30代40代の頃の考え方ずっと思ってたりとか、もしくは
なんだろうな、新しい考えが受け入れられない、プラス物忘れが激しくなったりとかっていう風に、どこかに古臭さとか、それから、まあ、若い時と比べて衰えたなっていう、こういうことが起こっていないかと、でそしてそれが起こった時にどう思っているかっていうことを常に意識することが大事だと。いや、運動できなくなったなって思ったら、例えば5キロ走れなくなった、じゃあこれは単純にその筋肉が落ちてるかもしれない、じゃあ筋トレをやったらまたあの頃に戻れるなっていう風にプラスに考えたりとか、キロ10分で走るのがしんどいから、じゃあキロ11分で走ろうみたいな、そういう風にちょっとペースを変えて、でも同じ量を走れるな、同じ距離走れるなっていう風に考えたら、あ、全然衰えたんじゃないなと、だって同じ量運動できてるじゃないかっていう風に捉えることができると、そういう考え方にシフトしていきましょうっていうお話ですね。続いてバイアスの入れ替えっていうことなんですが、これはですね、ネガティブなバイアス、要は年を取ることに関して嫌だなって思い込んでいるというふうに思ったら、まあ、気づくことができたら、思い込みに当てはまらないような人に注目すると、例えば年を取ったらあなた自身が、いやーもうわしゃ年だから体が動かなくなってっていうふうに思ったのであったら、100歳を過ぎても心肺機能が発達したおじいちゃんになったつもりで行動してみると、そうすると今の年齢と100歳を比べたら圧倒的に100歳の方が年を取ってて、今の方が若いわけじゃないですか。そうすると年を取った自分っていうのをイメージしてみて、思ってる以上に100歳の自分なんだけど、なんかスイスイ動けるなとか、階段上がっても全然息が切れないなっていうことを考えたら、なんか思った以上に想像して動けてるから、あ、全然いいじゃん今の自分でっていうふうに思えると、そういうことを心がけましょうという話ですね。そして続いて3つ目、入れ替えたバイアスの個人化っていう話なんですが、高齢者をね、すべて老人と一括りにすると、多くの人はどちらかというと、まあ、ネガティブな考えを、感情を抱くケースが多いというところですね。むしろ、80歳とか100歳を過ぎても、今と変わらないくらい活発に動いている毎日っていうのをイメージして過ごすと。で、考え方も常に新しい情報を手に入れて、若者と一緒に生き生きと過ごしている姿を想像してみるのが吉というところですね。だから、今例えば30代、40代の人とかだったら10代、20代ですし、50代、60代の方だったら30代、40代の人たちの考え方を受け入れてみるという、そんな感じです。そして最後、視点の交換ということでね、もし自分が他人の老化、他人が年を置いていくっていうことに対してネガティブなバイアスを持っていた場合、その人の視点になってみてイメージをするんですよ。例えばその人が、その老人がね、子供のように扱ってしまうよって考えがある。あ、ごめんなさい、これはあなたが老人を子供のように大丈夫ですかっていうふうにこう扱うような考え方を持っているのであれば、自分がそう言われた時のことをイメージするんですよ。あなたが大丈夫ですかって声をかけられた時に、それが不快だなって、なんかなんで年寄り扱いしやがってって、なんかよしよししてきやがってっていうふうに思うのであれば、当然人としての接し方っていうのは改めましょうという感じですね。だから老人を、まあ、分かりやすく言うと対等に扱うっていう風にしていくっていうのが大事だと。そうすることで、年齢の壁を越えていくというところですね。そして最後まとめなんですが、老化に対するネガティブな考え方っていうのがあると、それをすぐに払拭していくっていうのは確かに難しいと思います。で、生活する中でいかに自分がマイナスのイメージ、その年を置いていくことに対して持っているか、ここに意識が向けられるかどうかっていうので、年を取ってからも若々しくいられるかどうか、そして年相応になってしまうか、要は60歳になった時に40代の気持ちとか体でいることができるのか、それとも60やっぱり60だよねってなってしまうかっていうのが決まってくると。ただ、この根本的に年を取ることに対しての考え方っていうのをがっつりと改善していくためには、やっぱり1年から2年くらいかかるみたいなので、とりあえずまずは意識して修正する、意識して修正する。年を取ったなーって感じることがあったら、あ、年を取ってこんなこともできるようになった、あんなこともできるようになったとか、あの頃と比べて全く同じことができているっていう風に意識して修正する、意識して修正するっていうことを繰り返すっていうことからやってみていただけたらという風に思います。ということで本日は寿命が伸びる考え方を紹介させていただきました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。